義手四十七図、奥田孫太夫、重盛、奥田重盛、元六十六人二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼楼氏四十七氏の一人、通称は孫太夫で、最初は平衛門を名乗った。変名は西村聖衛門。昇法四年、奥田孫太夫の子として誕生。母は、久米繁衛門女。はじめ、 島国藩内藤家に仕えたが、漢文2年に、内藤忠政の娘、並地が、阿公藩主、浅野長友に化した時付き人として、阿公藩に移り、江戸藩邸で勤めた。遠方8年、内藤忠勝が、芝増上寺での江戸幕府四大将軍、徳川家綱の葬儀の場で、長井直長を殺害し、鳥羽藩は海域となると、父、 孫太夫は老人となったが、茂森はそのまま、阿公藩に仕えた。阿公藩では、武具武業を務めた。茂森は、江戸で剣閣として知られた、堀内正春に学び、堀部武綱と共に皇帝に数えられ、王立ちの使い手であった。また、茂森には、男子がなかったため、近松行重家の弟、奥田行隆を養子に迎えた。 元六十四年三月十四日、四君、浅野長典が、江戸城小子王廊下で、吉良義中に人情に及び、浅野長典は即日切腹、阿公藩は海域と決まった。重森は、江戸詰めの藩主の堀部竹爪、ね、高田軍兵衛と共に、阿公へ赴き、過老、大石義雄に籠城を迫っている。阿公城会場後に、江戸へ戻り、重森は、堀部、 高田と共に強行に仇討ちを主張する、急進派の中心となる。同年6月、朝野長森の百科比法要が行われ、重森は、高田、堀部と共に、仙学寺に参詣して、仇討ちを誓った。彼らはその帰りに、元が老の安井彦右衛門を訪ねて仇討ちへの助力を、断じ込んだ。安井は態度を曖昧にして言い逃れたが、後で、安井が陰口を言ったことを知り、 重盛は、大変に怒ったという。江戸の急進派を沈むするために、大石吉夫は、原本時、大高田田浦を送るが、重盛たちは彼らを説得して急進派に加えたため、大石自らが江戸へ下り、重盛たちを説得せねばならなかった。元六十五年三月頃に、父の名を継いで孫太夫と改める。深川八万町続いて、黒江町へ移り、医師。 西村正門を名乗って、養子の行きたかと潜伏した。同年7月の丸山会議で、あだうちが決定。12月14日のうち入りでは、表門隊に属し、2尺余りの大立を持って、屋内で奮戦した。うち入り後、細川津な屋敷にお預けとなる。元禄16年2月3日、幕府は、赤老市46人へ切腹を申し付けた。なお切腹に際して、 重森は、細川家接待役の堀内重勝に、切腹の稽古をしたことがなくどうすればよいのかと、大真面目に尋ね、富の森正よりがただ首を差し出せばよいと答えたという、話が、堀内覚えが気に残っている。去年57、改名は、派殺衆、剣真事。ありがとうございます。